有森、そしてエゴノア、この2人の激しいデッドヒートは今ちょうどモンジックの丘。さあエゴノアちょっとスパート、有森頑張れ、有森頑張れ、エゴノアスパート、エゴノアスパート、有森遅れた、有森遅れた、エゴノアスパートしました。さあいよいよサンジョルデを通り過ぎて今左にカーブを切ってまいります。ゴールまで 600m、 必死に食らいついていく有森裕子。また縮まったかな、また差は縮まったかな。オリンピックスタジアムがはっきり見えている、オリンピックスタジアムがはっきり見えています。あとはマラソンゲートをくぐり抜けてトラックへ見えます。マラソンゲートが見える。さあ有森頑張る、有森頑張ります。今エゴノアがスタジアムに姿を現した、エゴノアスタジアムに姿を現しました。それから遅れること 10m ちょっとで有森だ、有森だ、有森。さあ2コーナーのところ、2コーナーのところであります。さあ残りあと300ちょっとの勝負になりました。さあこれで 10m ちょっとになります。その差 10m、 先頭は UN のエゴノア、そして第2位の日本の有森であります。日本の有森25歳であります。エゴノア4コーナーのカーブを曲がっていよいよ残り 100m を切りました。どうやらエゴノアの金メダルは間違いなさそうです。この女子マラソン、バルセロナオリンピック、それからまた追い上げてまいりました有森ですが、先頭はエゴノアだ。2位が有森、有森健闘している。エゴノアどうやらもうすぐゴールインです。エゴノア金メダルゴールイン、そして日本の25歳有森がまもなくゴールに向かいます。有森銀メダル目前、有森第2位、素晴らしい金メダルのフィニッシュだ、フィニッシュです。ガッツポーズ有森やった。有森顔を抑え込んでいる、顔を抑え込んでいます。銀メダル第2位であります。女子がメダルを取ったのは戦後初めて、なんと1928年アムステルダム大会以来64年ぶり、人見絹江さん以来という、戦後初めて女子銀メダル獲得であります。